ここは徳島県徳島市。夜の帳が降りる頃、古くから大人の社交場として知られた富田町の一角にそのお店はあります。テキーラ&タコス、カリートズ BB ミックス。赤い通路を過ぎると、マスター、今夜のおすすめは？こんばんは。カールさんのプレミアムテキーラチャンネルの時間です。今回は21回目の配信、ナビゲーターのカールです。徳島市富田町にあるテックスメックス料理とプレミアムテキーラの店、カリートズ BB メックスのオーナーです。前回紹介したプレミアムテキーラ、カジノアズールアネホローズ、お試しになりましたか？バラの花のガラスの細工が入った美しいボトルなので、コレクションに加えてはいかがでしょうか。当店でお出しすると、皆さん笑顔になるそのテイストもおすすめです。在庫数はそう多くないので、迷っているならポチっておいた方がいいと思います。さて、今回もプレミアムテキーラの世界を皆さんに少しずつ分かりやすく紹介していきたいと思います。テキーラにまつわるプチ情報、思い込みや誤解を解きながら、毎回おすすめの一本とそのプレミアムテキーラに合った自宅でできる簡単な飲み方を紹介します。また当店にお越しの際は、お気軽におすすめでと言っていただければ、普段のお酒の飲み方、好きなお酒のタイプをお聞きして、プレミアムテキーラの世界へ入りやすいものをお出しいたしますので、予備知識なしでご来店いただいても何の問題もありません。さて、19回から始まりましたテキーラのできるまでのお話ですが、前回はテキーラの原料についてお話ししました。テキーラの原料はサボテンではなく、一般的な名称ではブルーアガベと呼ばれるもので、日本語では流絶蘭ということ。しかし蘭の仲間でもなく、見た目は巨大なアロエのようであるけれども、アロエの仲間でもなく、流絶蘭属、流絶蘭科の植物であるということをお話しいたしました。今回は前回の続きで、もう少しブルーアガベについてお話ししたいと思います。前回、ブルーアガベは蒸留所によって6年から10年もの時間を畑で過ごしたものを使用し、毎年収穫できるものではないということをお話ししました。育て方によって成長度を調整できるようで、通常12年ほどの寿命のところ、あまり水を与えずに乾燥気味にしておくことで20年以上伸ばすこともできるようです。まあ、これはどちらかというと植物として楽しむ場合だと思います。最終的に枯れる前に一度だけ花を咲かせて、その寿命を終えます。テキーラの原料になるものは寿命を迎える前に収穫されるので、花を咲かせることはありません。花も咲かせずにどうやって吹いていくのかと思いますが、実はブルーアガベは成長中に地下茎からマザープラントを中心として、周りにどんどんミニプラントが生えてきます。このミニプラント、つまりブルーアガベの赤ちゃんは、地表に出ると独立して根を張るらしく、いつでもマザープラントから退職が可能で、どちらにも影響がないということですが、逆に言うと間引いてやらないとマザープラントの成長に影響を与えてしまいます。なので管理はとても大変だろうと思われます。太陽を好み、湿気と寒さが嫌いという日本人のラテンアメリカのイメージそのままの植物がテキーラの原料だと思うと、なんか楽しくなってきますね。では次回からはブルーアガベの収穫と発酵の処理についてお話ししたいと思います。さて、本日ご紹介するのは、最近当店でほぼほぼトップセールスの勢いで飲まれているお酒を紹介します。テキーラウミスシルエラです。アルコール度数 22% とテキーラのほぼ半分、梅酒にしては少し度数が高いのですが、テキーラだとあまりたくさん飲めないという方もおかわりしていただくことが多いです。まだ当店のある徳島県徳島市から西へ車で1時間ほどの三郷という地域には梅酒特区に指定されており、酒類製造には年間最低6000リットルが最低製造基準とされているところ、年間1000リットルの製造で酒類製造免許を取得できるといった
ットプレイ措置が適用され、梅ストックとして小規模事業者でも梅酒制度に参入できるようになっています。梅酒の時期には梅酒祭りが開催され、最寄りの駅からツアーバスが出て各酒造を回って梅酒を試飲購入できるツアーが人気です。そういうこともあって当店でのテキーラ梅酒への関心は高いようです。話は少し逸れましたが、このテキーラ梅酒シルエラ、実はあのカスカインと創業200年の老舗酒造メーカー CG 酒造のコラボレーションで生まれました。公式には日本初となるテキーラ梅酒です。テキーラによるリキュール製造は簡単なものではなく、テキーラ輸出は第19回でお話した CRT テキーラ規制委員会によって厳しい管理規制されているため、手続き厳守の入りまでに1年の歳月を要しています。テキーラ梅酒シルエラは3週間という短い熟成期間ではあるものの、原酒であるテキーラの風味、梅の風味がバランスよく味わえる製品となっており、テキーラに馴染みのない方が飲みやすいよう甘口に仕上がっていることも人気の理由だと思います。これから3ヶ月熟成の青ラベルが2月に、1年熟成赤ラベルが順次11月に発売される予定なので、揃えて飲み比べしたいと思っています。今回はロックでお楽しみください。よければ置いてきるなんかもどうぞ。それではいただきます。今夜も楽しいひとときを。サリュー。